皆さんこんにちは、エアハヤチャンネルのママです。今日もよろしくお願いします。今日はねちょっとね長い話になるんですけれども、少し前にハヤの発語についての動画上げたの覚えて見えますでしょうか。その動画のコメントに、今ちょうどそれに悩んでるんですとか、大人になってから診断名がつきましたっていうコメントいっぱいいただいたんですよね。今回はそのコメントを踏まえてもう少し詳しくお話しできたらなと思っています。まあでもね、あくまでも私は専門家じゃないので一体験として聞いていただけたらなと思います。では今回話す内容まとめます。1つ目、いつのタイミングで病院や専門家さんのところにアドバイスをもらいに行くかっていうのが1点。2つ目、歯医者の小さかった頃気になったことや指摘された行動、あとそれに対する対応策っていうのを話していけたらなと思っています。まず1つ目、いつのタイミングで病院や専門機関を受診するべきか。これね、多分ね悩んでる保護者さんすっごいいっぱいいると思うんです。お子さんによって成長のスピードってね本当に違うんですよ。まあ、歩き始めも違うし喋り始めも違うしっていうのがあって、で代表的なの専門誌とかあるじゃないですか。あと周りの経験されてるお母さん方の話聞くけど、あーそっかそうなんだそうなんだって飲み込める話ばかりではないんですよね。結論から言うと、この動画を検索してご視聴してくださってる皆様、今です。お子さんのね成長に疑問を抱いてなかったら、まずこの動画を見ることもなかったと思います。興味もなかったかと思いますけれど、お子さんに何らかの成長の不安を抱えているからこそ、同じ症例がないかとか体験談はないかなって言って探されているのではないでしょうか。なので今が動かれる最善の時だとあやはやママは思います。成長に伴って問題が改善されていくってことは多々あるんですけれど、受診等をして問題がなければ安心材料にもなりますし、もしそこで問題が見つかったとしても、お子さんのその生活のしづらさっていうのを少しでも早く手助けすることができるんです。もっと詳しく言うと、保護者様からすれば子供が今こういうところで困ってるから、だからこういうふうに働きかけとか手助けした方がいいんじゃないかっていう案を提案されたりとか感じ取ったりできますし、逆にお子さんからすれば、まあ、低年齢のうちは無理かもしれないんですけども、自分はこういうことが苦手だからこうやった方がいいかもとか、あとこういうふうな手助けをしてほしいなっていうのが分かってきます。ママ自身もよくね周りの方に、今はすぐになんとかって病名つけてって、昔はこんな子いっぱいいたのにって言って、今でもよく言われます。だけどその話を聞いてはぁはぁはぁって思うのは親だけであって、実際困っているお子さんには何の影響もないんですよね。一番重点に置かないといけないのは、その問題を抱えているかもしれないお子さんが少しでも生活をしやすいように手助けしてあげられるっていうのが一番なんですよね。まあ、成人されてからアスペルガーで診断されましたとか、 ADHD だと言われましたって言って、今すごい増えてきてるんです。でその方々言うのは、ああそうそうそう、私そこに困ってたんだよねとか、ああ私そういうところあるとか見つめ直すことができるんで、よくわかるんですよね。ですけどそれって大人になってから分かったっていうことであって、子供自身は自分が何が困ってるかって分かんないので、周りが気づいてあげるしかないんですよね。なので悩んでいるようであれば、一度周りの機関を利用するのも視野に入れてみるのもいいかもしれませんよっていう体験談でした。2つ目です。ハヤが小さい頃に指摘されたこと、まあね、親が気づいたこともあるんだけど、周りからも指摘されたっていうことも多々あって、それをいくつか例を挙げたいと思います。ただね、お子さんによって困っている場所っていうのがすごい違うので、これが参考になるっていうわけではないんですけど、まあ、ただこういう困りを持っている子どももいて、こんな対応もしたんだなっていうふうに聞いてもらえれば幸いです。前回
言葉が遅いだけじゃなくて、それ以外の要因も関わってきますよっていうお話させてもらったんですけど、ハエに関してはもうそれが丸当たりでした。まあね、どんなことかというと、1つ目、明らかに発語が少ない。今3人目育ててるんですけど、もう育ててて、あやっぱハエは遅れてたんだって思うぐらい全然違います。2つ目、簡単な複数の指示が通らない。3つ目、ルーティンになっている動きのことは大丈夫なんですけど、それ以外のイレギュラーが発生すると動きが悪くなったり対応ができなくなります。これと同時に4つ目、新しい物事をするときにそれをできるようになるまで他の子に比べてすっごく時間がかかります。で5つ目、これ運動面なんですけど、体の揺れに対しての対応がちょっと苦手。さてこの5つですが、どうやって対応してきたかまとめてみます。1つ目、明らかな発語が少ない。発語を促すためにはまずね、本人がね喋りたい気持ちとかを引き出さないといけないんですよね。なので本人の興味のあることを中心に本を読んだりとかお話をしたりとか、あと体験をさせてあげるっていうことをやってきました。ハヤの場合はブロックが好きだったので、ブロックで遊んだりとか、あとは大きくなってきたらホネホネザウルスとかレゴとか使って遊んでます。あとは体験という部分では動物園行ったりとか水族館行ったりとか、あとあのトーマスの列車に乗せてあげたりとか、いろいろやってきました。まあね、全部それをやれっていうわけじゃなくて、家の中でできる範囲でやってもらえればいいんじゃないかなと思います。まあ、でもね、基本は本人の関わる身の回りのものから覚えていくのが一番いいと思うので、これ箸だよとかコップだよとか生活の中で話しかけっていうのはやっぱり必要かと思います。2つ目、簡単であっても複数の指示が通らない。これっていうのが、今度どこどこの部屋にこれを持ってって代わりにこれを持って帰ってきてねっていうのが苦手。一気にこれとこれって出すのではなくて、一つずつ、本当にね、言う方はめんどくさいかと思うんですけど、まずこれやってきてね、終わってから次のことねって言って1段階ずつ踏んでいくと本人も分かりやすくってストレスなくできると思います。あとその指示を出す時なんですけど、指差しだけじゃなくて、お子さんって言葉だけだと耳からの刺激しかないので、目からの刺激も入れるとより指示がはっきり分かるってことがあるので、視野からの刺激も入れるってことをやってました。3つ目と4つ目同じような話なんですけど、ルーティーンになっている動き以外のことをすると、まあ、動きが悪くなるとか対応できなくなる。新しい物事をするときに何度も何度も同じ作業や声かけが必要になるっていうことです。こちらに関しては慣れるまで付き添ったり、本人の様子を見て進めていくっていうのをやってました。小さいうちは本当にね、パニックを起こすこともありました。違う、これ違うとか、これやってたのにこれが先なのにって。特に顕著に分かるのが保育園で、家は完全にルーティン化してるんですよ。だいたい同じ行動なんで、ご飯食べて歯磨きやってって寝るってって一緒の行動なんですけど、保育園のカリキュラムって朝来て、でその日は制作だったりとか、その日は外遊びだったりとか、まれに違うんですよね。そういう時に僕はここで遊ぼうと思ってたのに違うことをさせられるっていうのがすっごい不安に思うらしくって、それでパニックを起こすことがあったみたいです。でそれもまあ保育園の先生のおかげでなんとか乗り切ってこられたんですけど、まあ、そういう一面もあったので、まあ、本人が理解っていうか慣れるっていうかしていくまで、まあ、付き添うっていうのが必要でした。成長するとそれもあの感情のコントロールとかいろいろできてきますので、まあ、そういうパニックっていうのはもうほとんどなくなったんですけど、そういうこともありました。ただできないっていうわけじゃなくて、そこまでの過程が人よりかちょっと長いだけなので、まあこれも本人が慣れるまでゆっくり付き添うっていうのが一番でした。最後5番の体の揺れに対しての動きが苦手、ブランコとかジャンプとか、あと平均台もちょっと苦手だったかな。それに関してどんな風にやってきたかというと、まあ運動です。まあ訓練の中で体幹鍛える訓練もいろいろやって、で家では公園とかに行って体を動かしたりとか滑り台やってみたりとかいろいろやってました。これね、意外にこの体の動きっていうのが重要で、小学校入ってからも未だに引きずってます。
なんでかっていうと体幹を鍛えるっていう運動になるんですけど、こう体の軸をまっすぐするっていう動きになるんですけど、これができてないと姿勢保持ができない。姿勢保持ができないと学習する上で集中力が出ない。こう目線がこういってしまうので集中力が出ない。後々学習面で大きく影響が出てきます。ということで5つどんな風に対策やってきたかっていうのをお話ししました。まあ、最後になりましたが、家族だから気づくこと、あと保育園とか利用されてたら保育園とかで分かることっていうのがすっごくいっぱいあります。言えるのは一番最初も言いましたけど、お子さんは自分が今何に困ってるっていうのは全く言えないんですよね。それを気づいてあげられるのは親さんであったりとか周りの方でしかないんですよね。ママは育児のプロではないんですけど、まあ、子供さすがに3人も育ててきてるのでいろんなね保護者さんと会ったことがあるんです。でその中でいろんなパターンにあるんですけど、子供の様子をすごい機敏に感じ取って行動できる親さん、子供さんが困ってるのは分かるんだけどどうしようかって悩む親さんで、子供が困ってるんだけどうちの子はそんな問題抱えてないよって言って子供の困り具合に目をつぶってしまう親さん、子供に関心が薄い親さん、本当にいろんなパターンがいらっしゃるんですよね。まあ、保育の現場でもすごい目につくところいっぱいあります。なんですけど子供さんが今困ってるっていう状況を気づけたこの視聴者さんはすごいと思うんですよね。なのでぜひ気づいたならば病院や機関を利用してもらいたいなと切実に思います。以上が今回の話の流れになります。まあ、長いんですけど調べて動画に来てくださる方が多いのであえてもう一本作らせてもらいました。ね、話したいことはね本当にすごいいっぱいあるんです。あるんですけどママちょっと話下手なのでうまくなくてちょっとこうやってねカンペ山ほど持ってやってるんですけど、話したい内容が実際航空機能訓練で何をやってきたのかって、簡単に家でできることがあるのかっていうもの、あとは粗大運動、体をどうやって動かして体幹を作っていったかっていう運動についてもまだ話してないのがいっぱいあるんです。あとは今ハヤは小学生なんですけど、小学生に上がった時にちょっとこれ困ったっていうのがあって、それを解消したかっていう、まあ、今もやってることなんですけど、をそういうのがあるのでそれも話したいなと思いつつも、もう時間が長いのでここで今回は打ち切ります。この3つに関してはちょっとご要望があったら動画作りたいと思いますので、よかったらコメント欄に足跡残していただけたら幸いです。普段のあやはやチャンネル知っている視聴者様に関しては、ママがなんかいっぱい話せたよって言って終わっちゃうかもしれないんですけど、今日は長い間聞いていただきありがとうございます。この続きの動画見てみたいなと思ったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。ではバイバーイ。ソフトクリームといったらミニストップ、はい、本日はミニストップととあるお店のソフトクリームを食べ比べしたいと思います。はい、じゃあせーの、レッツトライ。実はねそのとあるところのねアイスね、運んでる最中にもう結構溶けちゃったんですよ。うまく話せんかった。これねなんかねトーク力がないからしゃあないね、パパ。うんって言うな、うんってはあじゃないって。伝わったかな、伝わったらいいんだけど伝わったかな。